いやー、毎日暑かですね。うちはですね、夕方になるとこんな感じで打ち水をしてます。昔からですね、こうやって打ち水をすることによって気化熱の作用でですね、涼しくなるというふうに言われてますが、確かにこれ本当涼しくなるんですよね。今年は改良メダカをたくさん買うようになって、容器の数がものすごく増えてですね、この打ち水するにも結構時間がかかってます。この作業をもっと楽にできないかなと思ってですね、あるアイテムを買ってきましたので、後ほど紹介したいと思います。いつもカメチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今見ていただいているのはですね、1ヶ月ほど前に購入しましたマーフィードを入れてるボックスなんですけれども、よくそのままにしてると中に苔が生えたりとかですね、すごいことになるというふうに聞いてましたので、ちょっと中の様子を確認してみたいと思います。このチャンネルではメダカのビオトープをメインに毎週配信をしています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。こちらは前回アップロードしました、メダカは諦めてください、人事ではない本当に怖いゲリラ豪雨ですが、たくさんの方に見ていただきまして本当にありがとうございます。中の状態を見てみましょうか。アルミシートを取り除いて中の本体を取り出してみました。どうでしょう。お、中の状態はすごくいいですね。まだまだ新品のような感じです。それでは本体にアルミシートを巻いてですね、余った分のアルミシートを上からかけて蓋をします。そして今回ですね、こちら万能ベルト、これをディーソーさんで購入してきましたんで、前回使ってた PP ベルトはですね、やっぱ見た目があまり良くなかったので、こちらを購入してみました。このベルトはカバンとかにも使われるようなベルトですね。ロックがしっかりしてますので、きちっと締めることができます。そしてですね、ベルトちょっと長かったんでカットしてみました。これでですね、黒い容器に黒いベルトで綺麗に仕上げることができましたね。それではホースのジョイント部分をつないで試験運転をしてみましょう。いい感じに出てますね。全然水漏れとかもないんで、これで大丈夫そうです。でオープニングでちょっと話してたんですけれども、ある商品をですね購入してきましたんで、ご紹介したいと思います。こちらです。ミストの力で涼しさを演出、スタンド式ガーデンミストですね。これちょっとずっと前から気になってたんですけれども、ようやく購入してきましたので、ちょっとこれを使ってみたいと思います。お店でですねデモをやってたらよかったんですけれども、まあ、もしかしたらこれ公式サイトかなんかがあって見れたかもしれないんですけれども、何も見ずに購入してきたんで、どんな感じなのかですねちょっと心配ですけど、ちょっとやってみましょうかね。このミストが出るですねノズルのところが自分の好きな方向に変えられるということなんですよね。あ、そっか、これ自動でぐるぐる回るんかなって思ってたんですけれども、手で自分でこう角度とかですね出す方向を決めないといけないみたいです。ホースをつなぎ終わりましたので、では早速ですね水を出してみたいと思います。こちらにですねオンオフの、レバーがあるんですけれども、これをこっちに回すとオープン、ちょっと音がしましたね、出るはずなんですけれども、出ない。あー、出た、出ましたね。あー、細かい霧が出てきてます。あー、ちょっとあれですね、思ったよりかはこの霧の出る範囲、短かったですね。もうちょっとこうシャーって出るのかなって思いきや、あまり広がりはないみたいですね。ノズルの方向をちょっと斜めにしてみますので、これでどうですかね、ちょっと変わるかな、どうかな、こんな感じですね。どのぐらいでしょう、1メートルも出てないかな。もうちょっとやっぱ欲しかったですね、パワーがですね。私のイメージとしては 2,3 メートルぐらいこう範囲に飛ぶのかなって思ってたんですけど、
ちょっとね、力が今一歩だったので、私ちょっと心配してたのはですね、あんまり飛びすぎてこの辺歩いてる方にかかったらいけないなという心配をしてたんですけど、それは大丈夫みたいです。これ例えばですね、もうちょっとコンパクトな飼育場でやられてる方とか、もしかしたらベランダとかもなんか良さそうじゃないですか。タイマーとかつければ自動でですね、水も撒いてくれたりとかしますんで、最終的にはそうしようかなって思ってたんですが、ちょっとうちのこの飼育スペースにはちょっと足りなかったですね。この商品、2000円もしなかったんですけれども、欲を言えばですね、この頭の部分が自分で回転してくれたらよかったなーっていうふうには思います。この商品はやっぱり使い方次第ですよね。うちにはちょっと合わなかったですけど、これもしかしたら本当いいかもしれないですね。コンパクトな飼育場で今暑さ対策等で悩まれてる方は導入を検討されてみてはいかがでしょうか。後半はですね、この時期ちょっと気をつけてほしいことがありますので、皆さんに共有したいと思います。はい、それでは後半です。こちらですね、ブラックガオが入っている容器なんですけれども、ついこの間日曜日に水替えをしたばっかりなんですが、今年生まれのこの若い子ですね、この子たちがポツポツ落ちてます。その原因について心当たりがあります。日曜日に水替えをしたと言いましたが、その日ちょっと私仕事を持ちでですね、何かあったらすぐ出動しないといけない状態だったんですが、朝からいつものように水替えしてたんですよ。水替えし終わるぐらい、水が溜まったぐらいでちょっと出動要請があってですね、急いで水合わせもせずにこの子たちをこの水の中に投入してしまったんですよ。朝の水替えだったんで、水温もですね、そこまで違いはなかったはずなんですけど、手で触った感じ、若干冷たいかなっていう感じはしました。早くこの死の連鎖が止まることを願ってるんですけれども、やっぱり水合わせっていうのは重要でですね、余裕を持ってきちっと水合わせをすることが大事なんだなと思います。それともう一つ、こちらですね、うちの容器にはですね、こうやってふすだれを横にかけてるんですけれども、昨日美心メダカさんの動画を見まして、ある重要なことを思い出しました。私このすだれを買ってきた時はですね、こうやって縦にですね、立てかけて置いてたんですけれども、大雨かなんかの時にですね、横向きに変えたままそのまま運用してたんですけど、この立てかけるスタイルに戻したいと思います。風通しが良くて熱がこもりにくくなりますので、こちらの方がいいと思います。ただですね、風とかで倒れるのは心配なんで、それだけは注意してください。今回の注意事項は以上になります。こちらをご覧ください。ハスの調子がむちゃむちゃ良くてですね、今までで一番花上がりがいいんじゃないですかね。もう次から次にですね、つぼみが上がってきて花がどんどん咲いてます。もうここだけ見てたらですね、自分は極楽浄土に来たんじゃないかと錯覚しそうなくらいです。こちらの80リットルのハスはですね、ノーマルタイプで3年目だったと思います。今年の春に掘り起こした時はですね、レンコンがかなり貧弱だったので、ここまでね、成長してくれるとは思わなかったです。今年はですね、赤玉土ベースで植えてるんですけれども、元肥をしっかり入れて、あと腐葉土も確か入れたと思います。それが良かったんでしょうね。はい、それではエンディングになります。今回はですね、私がちょっとずっと前から欲しかったスタンド式ガーデンミストのご紹介でした。そして後半はですね、私のミスで、ポツポツ病が止まりませんというふうな内容で、これは気をつけてほしいということをお話してきましたが、皆様いかがでしたでしょうか。スタンド式ガーデンミストの方はですね、本当コンパクトにされている方には特におすすめです。それと後半にお話ししました、水合わせの件ですね、水替えするときした後の水合わせはきちっと絶対にやってください。
私みたいにならないように、皆さんには気をつけてほしいです。マーフィードのカバーの話もしましたね。あれもですね、 NVBOX13 を加工して作ってるんですけれども、本体を中に入れる際にアルミシートを巻いて入れてるんですが、まあそのおかげかどうかわからないですが、まだ1ヶ月しか経ってないんであれなんですけれども、まだ新品の状態ではあります。カバーとか何もしなかったら苔まみれになるって言いますからね。本当マフィードってそんな安いものじゃないんでですね、きちっとやってれば多分長持ちしてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんもしですねまだやられてないよって方がいらっしゃいましたら、カバーを作ってみられてはいかがでしょうか。今見ていただいているこのメダカ鉢ですね、この中には黒メダカを入れてるんですけれども、ちょっと色が白っぽい子も1匹混ざってますね。ちょっと水草が増えすぎてるのでメダカがちょっと泳ぎにくそうにしてますので、今間引き中です。これですね、こんな適当に間引いてもすぐに増えますので心配はいりません。映像には映ってないんですけれども、この隣のこちらですね、こちらのメダカ鉢とか他の改良メダカの容器とかにですね、青緑をそれぞれ浮かしてたんですけれども、今回それ全部撤去しました。まず青緑をなぜ浮かせてたかっていうのはですね、青緑に住み着く微生物がたくさんいるんですよ。それがですね、メダカたち、ちっちゃいメダカたちの、餌になったりとかおやつになったりとかしてますので、それで浮かべてたんですが、今回もうみんな大きくなってしまってるんでですね、特にそれは必要ないんじゃないかなと思われましたので、取り出しました。あれを浮かべてるとですね、やっぱ見た目があれなんでちょっと取り除いたんですけれども、これから綺麗な映像をお届けできると思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はカメボタンを押してみてくださいね。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。